落ちちゃう、やば、あーめっちゃ傷ついてる。何なんだ、おい、お前か。すみません、ちょっと大変なことがありまして、うん、今急遽動画撮ってます、はい、出かけて帰ってきたらですね、ちょっと家とかいろいろやばいことが起こって、はい、はい、ちょっと見てみようか、はい、見てみましょう。うわ、壁がここまでひび入ってる。あー、うーわ、え、何これ、ちょっとここへこんでるよ、これほら、これも、あ、うわ、ここもか、ここもか、やばいっす、いや、うん、そんであとどうやら ここが、うん、この車、何これ、車の側面がめっちゃ傷ついてる、うわー、というあと下のこのフレームのこれも、なんすかこれ、出かけて帰ってきたらこういう状況になっておりました。どういうことこれ、何もない修理代がある、うん、誰だろう、誰これやったの、やばいね、やばいね、大事件です。ちょっと犯人を探しましょうか。犯人これ誰かしらやってるから、はい、あ、犯人を許せない。許さない。これは犯人を許さない。無理。犯人探しに行こう。まーちゃんおーちゃんの探し絵本発売中。探してみてねー。見てねー。誰だ？もう本当に誰なんだ？おい、おーちゃん。おーちゃん。怖い、何、車運転した、するわけないじゃん、未成年だよ。じゃあおーちゃん誰か知らない、知らない、何なの車がなんかね、へこんでて、え、ぶつかってて、壁も壊れてて、やばいよ、なんかさ、知らない、誰か心当たりない、まーちゃんじゃないの、まーちゃん、まーちゃん、まーちゃん、あ、まーちゃんいた、あ、まーちゃん、今日運転した、いや、何でしょ、いや、免許ないもん、免許ない、免許なくても車を動かせることできるよ、やってないよね、やってない、え、じゃあ、誰か知らない、そう、え、車の脇のとこめっちゃへこんでて、壁も壊れてたの、ピロピピロピピロピ、ピロピだこれ、やめろ、はぁ、お前の部屋汚いかとか聞いてないよ、あげろお前か、はい、なんですか、こんな朝早くから、朝じゃない、夕方で、やめてください、今を発行したのお前が、もうほんとごめんだろうか、うん、逆に負けえっと、すいませんでした、やっぱりお前が、あのおふくろ泣いてるぞ、今にいます、おふくろ笑ってます、お前がやってしまったこと、犯人に責任を取ってもらう。おい、ヒロピ、お家の様子はどうなんだ。あれはよく晴れた日だったかな。ある人から頼まれて車を運転しようとしました。困る人は、まあ、後で聞くわ、はい、私はいつものように
車に乗る。エンジンをかける。パーキングからドライブまでやるんだって。ブレーキが離しました。あなた、なぜブレーキを離した？ブレーキ離したら車が走り出すんじゃないか。ついで喋るんだ。辛いと思いますが、私はあの少しだ。私はハンドルを切ったんです。おい、なぜハンドルを切る？そこを切るタイミングじゃないだろう。少しだ。少しだ。ハンドルを切りました。その時は何もなかったんです。特に抵抗音のようなものもなりませんでした。なので私はそのまま進み続けました。すると突然ちょっと待った。ここは大事だよ。ボコ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 4個か。暴行だけじゃないです。なぜ最初の暴行で車を止めなかった？一気にボコボコしたからです。はい、続き。私は即座にブレーキを踏みました。その時はもうすでに頭を真っ白です。リバースに入れてハンドルを動かさない、そのままそして、すぐさま目の前の門を閉め、私はしばらくそのまま放心していました。まあ、頭の中に走馬灯のようなぐるぐる回ってたのか。ちょっとちゃんと喋ってよ。そしてこれを有名と思ったのもろ。夢であればいたって何度も思ったことか。そうだろう。だいたいみんな同じ考え。エンジンを止めて、エンジンに来ました。そこにはもう見逃れとできない、とんでもない傷が。その傷より、君のここに傷は深いじゃないか。なんで勝手に傷さ、お願いしますかね。わあ、どうだろう。でも壊したしな。お願いします。俺も反省してるです。とにかく、まあ全部剥げて楽になったでしょ。これからディーラーさんにいて見積もり取ってくれよ。お願いします。君、君だって待っとけ。どんな罪でも償います。あの袋泣いてるぞ。目の前で笑ってます。そっか、お前袋おかしいな。お袋笑ってます。よし、じゃあ行ってくるよ。お願いします。こいつはい、というわけでピロピがうちの車をぶつけてしまいました。いや、状況的にはなんか出かけようとしてちょっとハンドルが操作切るの早かったかな。で、まあ、ガレージの壁にゴリゴリっていう感じでやっちゃったみたいですね。若いうちは1回ぐらいはまあぶつけるんだよ。うん、まあ1回じゃないだろうけど。まあちょっと前に自分の車もこすってる。
だから皆さん、こちらも入るんだ。まだ抜けてないじゃん。抜けてないね、抜けてないね。ピーピーが鳴らなくても、サイドミラーは見よう。これで分かるでしょ。そうそう、これで。多分出るときに、もう、左ばっかりチェックするんだ。ないじゃん。勉強してないじゃん、もう。あ、ちなみにさ、あのうちらは、その頃会津にいまして、ちょっとイベントで、はい、イベント終わって、おー疲れた、あー帰ろうと思ってたらさ、ピロピからちょっといいですかって LINE 来てどうしたのって言ったら、ちょっと電話します、一言目なんだっけ、っ俺やっちまったって言われて、速攻ぶつけたの。あ、もう分かってんだな、もう私の第一声、車ぶつけたってまたよ、お前うちじゃなくて、うんうんうん、一番心配したのはほら誰かと事故ったとかさ、うん、はい、ね、あと怪我したりとかさじゃなくてね、家でぶつかって怪我もなかったから、まあ何も怪我ないんですか、うん、こっちだ、ごもごもごも車見えてないのか、俺は心だけ傷だ、なんでそれでと思います、それは本当にそれは本当にごめんなさい、というわけで犯人はピロピでした。あとこれからね、車の修理の見積もりと、うん、家の修理の見積もり、うん、はい、出しますから、そうですね、それももう動画にして出します、もうこの際だからこの際だから出します、はい、君の1年分の給料飛んじゃう、給料1年分飛ぶの飛んじゃうかもしれないな、分からないけどね。じゃあピロピー最後に反省の弁を述べて終わりましょう。運転するときはしっかり周りを見て運転しましょう。よしこのお約束だぞ。反省の弁かい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。